こんにちは。今日はダイソーで300円で売っている USB 充電器を分解します。前回の動画で分解したアンカーのパワーポートミニとの比較もしながら進めていきたいと思います。まず大まかな違いですね。アンカーの小売価格は1299円で、スペックは 2.5Ampmax の2ポートです。一方でダイソーの方はどうかというと、小売価格300円税抜きですね。で 2.1Ampmax のポートは1つだけです。スペックが違うので価格も違うのは当然なんですけど、それでもこの300円というのは非常に安いと思います。ちなみにダイソーの方2ポートのやつも売ってますけど、そちらは500円です。アンカーとダイソーで1000円近く価格差がありますが、スペックの違いから来てるってのもありますけど、おそらく中身に使われている部品も相当違うものが使われていると思います。その違いをこれから見ていきます。電動工具を使って分解します。これは回路基板です。この部分に USB の 5V 出力があります。こちらの基板表面にスルーホールの部品が全部実装されていて、こちらの基板裏面に表面実装部品が実装されています。ダイソーとアンカーの回路基板のちょっとした違いがあるんですけど、ダイソーの方は全ての部品が1枚の基板上に収まっています。一方でアンカーの方は基板を2枚に分けています。アンカーの基板はこちらの回路に高圧の部品を集めて、こちらの方に USB の 5V の出力があります。アンカーの方は基板の方が2枚に分かれていますので、組み立てのコストなんかは上がると思います。一方でダイソーの方は全ての部品が1枚の基板の上に乗っていますので、組み立ての工程の数なんかも少しばかり減らせると思います。ダイソーは片面基板を採用しています。表面実装部品が載っている面に回路のパターンが書いてあります。こちらのスルーホールの部品が載っている方には回路のパターンは書いてありません。アンカーは両面基板を採用しています。表面実装部品が載っている面に配線パターンがありますし、こちらのスルーホールの部品が載っている面にもパターンが引いてあります。すべての部品を1枚の基板の上に集めていることや、片面基板を採用していること、そういったことからもコストの削減が可能です。基板本体をもう少し見ていきます。これは AC プラグ部分です。この部分がコンセントに入ります。でこの部分はこちらとつながっています。基板をこちらの金属部分に差し込むことによって接触させる方式をとっています。これによって基板本体に電圧が供給されます。こちらの回路はコンセントから来た交流電圧 100V を直流の 5V に変換する回路です。こちらの部分では主に低圧を扱います。これは USB の差し込み口です。 5V の電圧が出力されます。交流 100V の高圧側の回路と USB 側の低圧の回路の絶縁の距離を測るために、このようなプラスチック製の絶縁シートが入っています。基板裏面を見てみます。こちらが高圧側で、こちらが低圧側です。そして高圧側と低圧側の間にこのようなスリットが入っています。スリットを入れることによって高圧側と低圧側の絶縁をきちんと保っていることがわかります。このような設計もしっかりとできています。無理のない基板設計だと思います。まず USB 充電器が動作している時の電圧を測りたいと思います。何か適当な負荷をつないで電流を流していると、その時の USB 充電器の出力電圧を測ります。ダイソーの充電器とアンカーの充電器でそれぞれ定額の電流が違うので、今回はそれぞれ 50% の定額電流のところの出力電圧を測定します。一定の電流を取るための負荷として以前作成した電子負荷を使います。電圧と電流の測定のためにこちらのマルチメーターを使います。こちら側のマルチメーターが電流を測定してて 50% の電流に合わせます。そして右側のマルチメーターで電圧を測定します。
ダイソーの USB 充電器の定格電流は 2.1 アンペアです。その 50% の値の時、つまり 1.05 アンペア流れている時の電圧ですね。4.91 ボルトになってますけど、まあこの値をメモします。アンカーの充電器についても同じです。50% の電流を測定して、でその時の電圧をメモします。測定はこのようにしています。USB の出力すぐ出たところの電圧を測るようにしています。あと電流を流す用のやつですね。こちらが測定結果になります。それぞれ 50% の負荷電流を流した時の出力電圧というのはダイソーの場合は 4.91V、 アンカーの場合は 5.11V になりました。アンカーの方が若干電圧高めですね。 50% のところ1箇所だけ測定しただけじゃその電圧電流特性っていうのは分かりませんので、負荷電流を 10% から 100% まで 10% 刻みで変化させた時の電流電圧特性も見てみます。これは USB 充電器の電流電圧特性です。横軸が電流、縦軸が電圧値になっています。アンカーの USB 充電器とダイソーの USB 充電器についてそれぞれ測定しました。アンカーの充電器とダイソーの USB 充電器、定格電流値がそれぞれ違います。なので横軸の充電電流についてはそれぞれの定格値を 100% として規格化しました。ダイソーの充電器については出力の電流が増えたとしても出力の電圧というのは変わらず常に 4.9V 一定でした。アンカーの充電器は少し高めの 5.1V からスタートしています。そして電流値を増やすに従って電圧値も上昇するような傾向があります。ダイソーの充電器は負荷の電流に関わらずこちらの USB の出力電圧は一定でした。一方でアンカーの USB 充電器は負荷の電流が大きくなるほどこちらの出力の電圧というのは高くなりました。もしかしたらアンカーの USB 充電器は充電ケーブルの抵抗まで考慮した設計をしているかもしれません。当然スマートフォンを充電するためには USB 充電器とスマホの間に充電ケーブルが必要なわけですよね。こちらのケーブルなんですけども非常に小さいんですが抵抗を持っています。その抵抗での電圧効果っていうのは行き帰り抵抗ありますので、まあ、2IR で表されるんですね。電流が多く流れるほど充電ケーブルでの電圧ドロップは大きくなっています。例えばここで 5V 出ていたのにここだと 4.8V しかなかったとかそういう感じですね。なのでアンカーの USB 充電器はここの充電ケーブルで発生する電圧ロスを保証するような制御をしている可能性があります。次は回路全体を説明していきます。これは回路を書き起こした回路図です。これが入力部分の回路です。コンセント部分に 100V から 240V の電圧がきます。ここの交流の入力部分に 1.6 アンペアのヒューズが入っていました。こちらのヒューズなんですけど過電流が流れると中に細い線が入っていますがその線が切れます。そうすることによってこのヒューズより後ろの回路が短絡故障して壊れた場合でもここのヒューズが切れるだけで済みます。ブレーカーを飛ばさずに済むんですね。ヒューズを通った後はこちらの交流電圧を直流電圧に直すためのダイオードブリッジ回路とこちらのパイ型フィルターがあります。こちらのダイオードブリッジの役割としては交流電圧を直流電圧に直します。こちらのプラスマイナスを行ったり来たりしている交流の波形を全波整流します。こちらの赤い波形に直します。ダイオードブリッジのすぐ後ろにキャパシターがあるので結局電圧はこの赤色の波形のようにはならないで黒色の波形のような直流電圧一定値になります。こちらのキャパシターについては 3.3 マイクロファードと15マイクロファードが使われていました。ここら辺はアンカーとほとんど変わらないです。インダクターについては 4.7 ミリヘンリーです。電解コンデンサーの耐圧についてなんですけども2つとも 400V 耐圧のものが使われていました。このダイソーの USB 充電器入力電圧 240V まで許容しています。なので電解コンデンサーにかかる電圧としては、まあ、300V くらいまでかかるんですね。なので、まあ、400V の耐圧使っているので、まあ、十分な耐圧の範囲だと思います。こちらのアンカーの充電器の場合はこの部分に NTC サーミスターが入っていました。こちらの NTC サーミスターは温度が低いときは抵抗値が高くて温度が高くなると抵抗値が0オームくらいになるサーミスターのことです。 NTC サーミスターの役割としてはコンセントを挿したときにこちらの電解コンデンサーに突入電流が流れます。まあ、こういう経路で突入電流が流れるんですね。この突入電流を防止する役割があります。
なんですけど、ダイソーの回路にはですね、この NTC サーミスターは入っていませんでした。ダイソーの USB 充電器に NTC サーミスターが入っていなかった理由なんですけど、おそらくコスト削減のためだと思います。じゃないとこんな USB 充電器300円で売れませんよね。次に USB 充電器で一番重要な役割をしている回路です。フライバックコンバーターです。このフライバックコンバーターなんですけども、先ほどのダイオード整流器とキャパシタのフィルター回路で全波整流された 140V の直流電圧があります。こちらの電圧を USB で使う 5V の電圧まで直す回路のことです。どのようにして 140V っていう高い電圧を USB で使う 5V っていう低い電圧に直すかなんですけども、こちらの変圧器とトランジスタを使います。こちらの変圧器には巻き数比がだいたい10対1ぐらいのものが使われています。この巻き数比どういうことかというと、例えばこちらの1次側に 100V の交流電圧を入力したら、こちらの2次側の回路に 10V の交流電圧が出てきます。ただ今回こちらの1次側に入力されている電圧というのは直流 100V です。変圧器に直流電圧を入力しても直流の電圧っていうのは出てきません。基本的に交流電圧をまあ変換する回路なんですね、変圧器というのは。なのでこちらの部分にスイッチがあります。このスイッチをオンオフすることによって、こちらにですね交流成分を出して、で2次側にも交流成分が出て、まあ電圧が変換されるわけです。2次側に出てきた交流電圧をもう一度直流電圧に直すために、こちらにダイオードと電解コンデンサーがあります。なので回路の動作としては、コンセントから来た交流を一回直流に直して、でこちらでまた交流に直して、でもう一度直流に直すっていう、そういったことをやってます。こんな感じで交流直流交流直流に直すって、まあ、結構めんどくさいことをやってると思うんですけども、他の AC アダプターを見てみるとみんな同じことをやってるんですね。例えば前回の動画で分解したアンカーの USB 充電器、こちらも同じことをやってます。こちらの AC アダプター、パソコンに使うやつですね、これも同じです。こちらのレノボの AC アダプターも同じことをしています。こういった面倒くさいことをやってるんですけども、まあ、ちゃんとやる理由があるんですね。じゃなきゃそんなことやりませんからね。その理由というのは、こちらの変圧器を小さくできるんですね。これは変圧器です。変圧器の1次側の巻き線を N1、 2次側の巻き線の巻き数を N2 にします。でこの丸いやつは変圧器の鉄芯です。この鉄芯の断面積を S にします。変圧器の鉄芯なんですけども、鉄芯の断面積が大きいほど大きい変圧器になります。逆に鉄芯の断面積が小さければ小さいほど、その変圧器というのは小さい変圧器になります。今この変圧器の1次側に Vcosωt っていう交流の電圧を与えたとします。そうするとこの鉄芯の中の磁束密度はどうなるかっていうと、こういうふうになるんですね。この磁束密度の式が何を意味するかっていうと、こちらの分母の部分に電圧の周波数と、あと鉄芯の断面積がありますよね。例えばこちらの磁束密度一定の条件にすると、こちらの周波数10倍にすると、こちらの S10 分の1になりますよね。今度この周波数を100倍にしたとすると、鉄芯の断面積ってのは100分の1の大きさになります。どういうことかというと、電圧の周波数を高くすればするほど変圧器の断面積、まあつまり変圧器の大きさですね、大きさは小さくすることができます。今実際に変圧器の1次側の電圧波形を見ています。横軸が1マス5マイクロ秒なので、1、2、3、4、5、一周期25マイクロ秒イコール40キロヘルツです。40キロヘルツでスイッチングしているので、このように変圧器を非常に小さくできるんです。変圧器の1次側に流れる電流を切るために、この部分に、まあ、何かしらのスイッチングの素子が使われていると思うんですけども、ダイソーの充電器の場合はこの部分に IC が使われています。その IC の中に電流を切るためのスイッチが使われています。そのスイッチについてなんですけど、まあ、よくあるのは MOSFET を使う場合ですね。この場合なんですけども、この IC の中に NPN のトランジスタが使われていました。でそちらの IC ですね、2次側の電圧を制御するためのフィードバックとかも全部入っていて、まあ、この IC 1個使うだけで全部制御できるみたいな風にしています。アンカーの USB 充電器の場合、ここに BJT を使うんじゃなくて MOSFET を使っていました。
で、アンカーの場合はさらにディスクリートの MOSFET を使っていて、で、それとはまた別に制御用の IC が使われていました。フライバックコンバーターの2次側の回路にも大きな違いがありました。アンカーの場合 MOSFET を使った同期整理をしています。一方でダイソーの場合は単なるショットキーバリアダイオードを使った整流回路です。アンカーとダイソーでそれぞれ違う整流方式を採用しています。それぞれにいいところと悪いところがあります。利点と欠点ですね。まずアンカーの方の欠点なんですけども、同期整流をするためにこちらに MOSFET と同期整流用の IC を使っています。ということはどういうことかっていうと、 MOSFET を使う分コストが少し高くなるんですね。で、その IC を使うにしても、コストが高くなると、こういったのが、同期整流の悪い点です。一方でダイソーのショットキーバリアダイオードを使った整流方式の何がいいかっていうと、部品が1つで済むんですね。こちら部品1個ですけど、同期整流を使うと2つになります。ショットキーバリアダイオードを使ってるんですけども、MOSFET より価格的に安いのでコストも削減できます。次に同期整流を使った場合のいい点ですね。で、同期整流ってのは何かっていうと、こちらに電流が流れるときに、ダイオードを通さずに、この MOSFET の部分を通して、電流を流すんですけど、そうすると MOSFET ってのはただ単純に抵抗のように見えるんですね。その時 MOSFET の損失はどうなるかっていうと、POS I 事情かける R オン、この R オンってのは MOSFET の音抵抗のことです。抵抗値のことですね。アンカーの方に使われている MOSFET の音抵抗を見てみたんですけど、12ミリオームでした。今 MOSFET に1アンペアの電流が流れていると仮定すると、この MOSFET 部分で発生する損失はですね、 I 事情 R オンで表されます。どういうことかというと、12ミリワットの損失がここで発生するわけです。一方でダイソーの方は、こちらショットキーバリアダイオードを常に一定の温電圧が発生するんですね。温電圧なので、この損失ってのは電流かける温電圧で表されます。で、ショットキーバリアダイオードの温電圧を測定しましたら 0.5V になっていました。ってことは、このショットキーバリアダイオードで発生する損失は 0.5V になります。同期整流をした場合としない場合だと40倍くらい発生する損失が違うんですね。これが同期整流のいい点です。ついでなんですけど、効率の測定もしました。交流側の電力と直流側の電力をそれぞれ測定します。これが交流に入ってくる電力ですね。で、こちらの USB 充電器で、何かしらの損失が発生します。その損失を差し引いた分がこちらの直流側に出てきます。直流側の電力は、この直流の電圧と電流を掛け算して求めることができます。こちらの交流側については専用のパワーメーターを使います。結局効率はどういうふうに計算できるかというと、入力電力が分母で、出力の電力が分子に来ると、PO÷Pin というふうになります。交流電力の測定は非常に難しいので、ここはパワーメーターに任せます。直流電力の測定はこちらのマルチメーターを使います。電流と電圧をそれぞれ測定して、で、それを掛け算するんですね。そうすると、電力を求めることができます。アンカーの USB 充電器の方が良さそうな制御方式を使っているので、効率も高いんだろうなと予測していましたが、アンカーの方が効率は良かったです。負荷電流を 10% から 100% の間で取ったんですけども、アンカーの充電器の方が 0.5% から 1% くらい効率が高かったです。アンカーの充電器の最高効率は負荷が 30% から 50% くらいのところで 84.2% です。ダイソーの充電器の最高効率点は 40% 負荷のところにあって 83.6% でした。こんな感じでダイソーの USB 充電器をアンカーの USB 充電器と比較しながら見てきたわけですけども、そうですね、ダイソーの充電器でも問題ないと思います。よくできてると思います。300円でここまで作れたらすごいですよね。逆に300円でここまでのものが作れるならすごいと思いますよ。利益乗ってるんですかね、300円で。本当にそれは思います。アンカーのパワーポートミニ1200円するんですけども、こちらにも1200円分の価値というのは十分にあると思います。結局どちらがおすすめですかってのを聞かれた時には、好きな方を買ってくださいってのが答えです。ダイソーでもいいですし、アンカー、どちらも問題ないと思います。ただ1年とか2年とか長時間使った時の耐久性についてはちょっとわかんないですね。
ということで動画のご視聴最後までありがとうございました。もしこの動画役に立ちましたらコメントとチャンネル登録よろしくお願いします。